スノーマン、渡辺翔太イタリアミラノで豪華ジュエリーの世界を体験。スノーマン、渡辺翔太さん、31、が16日、現地時間、イタリアミラノで開催されたジュエリーブランドスワロフスキーの展覧会に登場しました。渡辺さんが参加したのは、スワロフスキー、マスターズ・オブ・ライト。ブランドの約130年にわたる歴史を振り返る大規模展覧会で、ミラノの中心部にあるブレラ美術館の一部である壮麗なパラットチッテ・リオ内のサロンで開催。ビヨンセさん、ハリー・スタイルズさん、ケイティ・ペリーさんなどの世界的スターが着用したステージ衣装などが展示されています。オープニングレセプションに招待された渡辺さんは、シックな装いにブランドの豪華アクセサリーを身につけて登場。主催者は、エンターテインメント界との関わりは、スワロービーが最も大切にしている価値観の一つ。常にポップカルチャーとの関わりを大切にしてきたスワロフスキーが、この度日本のエンターテインメントシーンのトップを走るスノーマンから渡辺翔太さんをお迎えできたことは大変喜ばしいこととコメントしています。